自分的にはタイミングとシュートのスピード、球のスピード、ジュニアの年代っていうのは多分そんな球のスピードっていうのはみんな変わらないと思うから、この世代だったらやっぱキーパーよく見て空いてるコースに打つっていうのを重点的にやってほしい。